のぞみでございます。ひろみでございます。はい、夜の三崎町になりますけどもね、今日はお腹空いたよね、はい、いつもですけどね、はい、今日は町中華シリーズ第2弾ということで、ありがとうございます。以前ちょっと往復をさせていただいて、そうですね、あそこはもう大満足だったんですよ。大満足ですよ、それはもうみんな大好きお店ですから、はい、まあ、ちょっと第2弾ということで、はい、今回は三崎町に来ましてね、はい、大門、大門っていうんですか、大門っていう、ね、私ずっと大門大門だと思ってました。大門なんですよ、大門っていうんですね、まあ、はい、結構老舗の中華屋さんでして、まあまあ噂ではやっぱり味が美味しいということでね、行ったことないです僕ね、本当にね、私も行ったことなくて、はい、つい1ヶ月ぐらい前にですね、はいはい、うちのね、福岡チームの人にね、ドライバーさんに、ヒロミさん、大門って行ったことありますって言われて、はあ、答えられなかったんですよ。それが悔しくて、なるほど、ね、絶対行ってやろうと思ってて、まあまあ福岡チーム行ってますからね、はあ、福岡チームいっぱい行ってるんですよ。行ってますよ、あるからね、その、はい、我々行ってないんですよ。そうなので、ぜひ行ってくださいと、まあ、いうことで、町中華なんで、はい、やっぱどうしても外せないのがね、生ビールなんですよ。ビールと餃子ね、まあ、結局飲まないといけないんですけどね。飲みましょう。で、今さっきちらっと店の中覗いたら、まあまあ混んでます。やばいっすね。いやいや、だって7時前だもん、だって、はい、しかも日曜日の7時前です、もう、ね、一番ピークの時間、一番ピークでございますけど、まあそれでも突入したいと思いますので、そうですか、よろしくお願いいたします。かしこまりました。ビールと餃子でお願いします。はい、安定のビレッジの前から、はい、はい、じゃあ行きましょうか、はい、まあ、道はまあ至って簡単なんでね、行きましょう。ただお店の中ね、ザ空席があるかどうかなんですよね、うん、ちょっと見たところ、なんか待ってる人もいるようなまあまあ、まあまあいっぱいでして、なんかお座敷がありますよね、はい、お座敷がね、うん、空いてるんかなと思って調べたところ、座敷もあるっぽいんで、ああなるほどね、ね、歌モーレの隣でございます。そうなんですよ、歌モーレと石垣麺どころの間に挟まっておりまして、どんな かな、なかなかほらちょっと渋い感じですよね。ほんとね、あ、来ました、すごいですね、空いてるんかな、ちょっと車はここに止められるわけだ、止められるんですけどね、はい、はい、行きましょうか。どうかな、どうかな、いっぱいですか、いっぱいじゃないですか、でもお座敷が空いてるんじゃないですか、真ん中あたり、ちょっと聞いていきましょうか、行ってください、はいはい、お願いします。どうだった？いやどうだ、いや予約なしシリーズじゃないそうか、まあ、予約はしてないけど、ね、そうですね、ちょっと行ってくるわ。どうだった？いや、だからごめんなさい、ごめんなさい、時間の無駄、あ、そうか、いってらっしゃい。どうかな、行ってます、ちょっとね、町だ、町でございました。のんちゃんが名前を書いてございます。今いっぱいでございまして、町ですね、町でございます、大丈夫ですか、はい、すごいですね、町全然待ちます、待ちます、全然待ちます、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 じゃねえよね、ここ営業時間6時なんですよ。6時から、6時からで、今の時刻がね7時、ええ、でね、今の店員さんがね、気を利かしてくれ、ちょっと出てきてね、優しいですよね、こんなことないと思う、私、ご飯物と餃子、うんうん、はい、間もなく売り切れると、売り切れるから、はい、もし注文されるんだったら、ね、餃子とか注文されるんだったら、はい、もうお持ち帰りもあるから出てっちゃうから、そうそう、うん、注文しときますかって言われて、優しい、なので餃子餃子って言って、餃子餃子で、僕はちょっと あるものを頼んだんですけど、ね、あるものね、はい、で、まあ、ちょ優しいね、すごい、そんなね言ってくださるなんて ね、いやというか営業開始1時間なんですいや、どんだけみんな食ってんの、みんな餃子が大好き、餃子とかご飯物ね、料理食べたくなっちゃいます ね、まあ、麺物は大丈夫なので、麺は後から注文しましょう、はい、またね、生ビールも大丈夫なんで、ありがとうございます、樽、まあ、いっぱいあるんでしょうけど、ね、ありがとうございます、たることね、はい、飲みましょう、もうちょっと今待ってるんですよ、はい、待ちでございますので、はいはい、ありがとうございます、お腹すかしたいと思います。ペコペコや、お腹と背中がくっつけません、はい、絶対、はい、無理使ってます、はい、見てこれ、はい、見えるかな、キンキングラス、キンキンですよ、とりあえずすごいですね、ここ町中華シリーズ第2弾、はい、タイモン、生ビールからスタートになります。いいですか、キャリドラス、これ大ジョッキです、大ジョッキです、すごいこれ、うまいわ、これフローズンです、フローズン、はい、シャリシャリシャリが来ました、キンキンですよ、グラスが
シャリシャリ。いやいや、まあちょっとメニューもね、ちょっとメニューも。ビールは2杯までなんだかな。うんうんうんじゃないの。メニューちょっと言いなさいよ。メニューね。メニューどうですか。メニューは中華、はい、町中華、町中華、ね、らしく、らしく、はいはい、お値段もまあまあリーズナブルな感じでね、はいはい、で、もう満席です。大満席でございます。そうですね、大満席。だって町でしたからね。まあ、麺類からね、はい、麺物も何種類もありますよ。いろいろありますよ。八方麺とかね、担々麺、麻婆麺、五目麺ありますよ。で、醤油ラーメンなんか650円です。安いな。はい、チャーシュー麺もある、はい、焼きそばもある、うん、で、ご飯物、チャーハンあります。あります。カレーチャーハン、チキンライス、中華丼、麻婆丼、エビ玉子丼、ドライス。なんか全部食べそうな勢いやん。餃子は頼んだんですよ。餃子 ね餃子は頼んで、うん、見るでしょ。で、あの締めに行く前にちょっと中華っぽいメニュー頼みません？ありがとう、うん、ということで、はい、一品物があるんですよ。分かりました。野菜炒め、レバニラ炒め、鶏の唐揚げ、八宝菜、酢豚、麻婆豆腐、肉団子。まあまあまあ食べましょう。一品物ですね。どうしようどうしよう、じゃんけんする。何がやねん、何のじゃんけん。お支払いのじゃんけん。違いますよ。何、選ぶじゃんけん。分かりました。グー出してね。最初はグーじゃんけんぽい。この人最低。さあ来ました、餃子でございます。あのね、はい、1人前と、はい、半分しか取れなかったということで、ね、そうなんです。早いね、できれば、はい、それでもちゃんと、そうなんですよ、ね、作ってくださいました。いただきましょう。なんか6個入りって言ってましたよね。6個入りでございますね。6個入りが、はい、450円。450円けど、6個入りが3個しか取れなかったので、うん、はい、6個入りと3個になってます。ね、じゃあ食べましょうよ、はい、数えるな数えるなって。だからはい、はい、いただきましょう。ありがとうございます。わー、美味しそう。ありがとうございます。お菓子が割れない。食べようよ。はい、いただきましょう。はい、なくなるぐらい人気なんですよ。なくなるぐらい。もうこれで私らの餃子で最後ですって。あ、そうか、うん、うん、うまっ。お野菜がシャキシャキ。そう、シャキシャキ。ここで作っとくな、これ。うまいな、これ。うまっ。うん、進みますよ、これ。うん。うまい。うわ、これね。安い。これは多分早くなくなるわ。めちゃくちゃうまいっすね。これうまいわ。うまい。1、2、3、4、7個ですけど。あと。だから9個あったんです。そうですね、はい、4.5 ずつです。え、4.5 ずつです。 4.5 ずつって9個だから。ああ、4個半です。 そこはちゃんと割ってくれる。いったんね、ここの中ではね。ああ、何ですかそれ。私はですねチキンライスでございます。これも求めてきたと言っても過言ではないですね。そうでございます。これね、今日ね、なんでチキンライスを頼んだかというと、はい、ちょっとここ来る前にね、タイムを調べたんですよ、うん、はいはいはい、でテレビ番組で、はいはい、せっかくグルメっていうテレビ番組知ってますよ、はい、バナナマンね。それでチキンライスで紹介されたんです。あ、そうなんだ。このチキンライスって中華風のチキンライスだったんですよ。コンペ見てますやめろやめろ。他人気メニューの一つでね。そうなんだ、はい、これでめちゃくちゃ美味しい。このあのまずお店特製の中華風ベースに、はい、これはねご飯に、卵、ネギ、人参、チャーシューなど醤油、酒などで下味をつけて。いただきます。はい、いやいやいやそんな後にケチャップでまぶすというね。そんなと手がかかってますね手がこんどるぞこれ。いただきます。量がすごくない。まずいただきます。これでいくらだっけ。いくらだったの。
ちょっと待ってね、いいです、どうぞどうぞ、はい、いただきます、いただきます、800円です、ね、800円いただきます、安っ、チキンライス、これはうまい、どんな味なんですか、中華風でね、チャーハンの味ももちろん、うんうんうん、でその後にこのケチャップ等でコーティングされておりますので、はいはい、これは本当に中華風といっても過言ではございません、これ。うんじゃん、これが食べたい食べたいっすよ、食べてみる、マジ美味しい、いただきます、うわ、ほら何入ってんそれ、鶏です、鶏、鶏、鶏、はい、で、やっぱりね、うん、これはついてるのね、スープですよ、中華スープ、スープでもない、中華スープで流し込むと、また札を持ってくんのせます、私最近やる気ないよね、いや、やる気はあるんですよ、ルンナンちゃんどう思います、やる気はあるんです、ルンナンちゃんだけですよ、星3つとかさ、馬のぞみ言ってくれるの、いや、この北京大最高でございます、足に本当ですニーファイムこれやりたかったんやけどね、そうですか、もうなんかいや、でもやっぱりいいさ、2杯目美味しくてつい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 た2杯目でございます、すいません、これもシャリシャリでございます、シャリシャリです、本当に口の中入ってくるのよ、でね、シャリシャリがちょっと一品頼んだんですけど、うん、これはのんちゃんがね、食べたいって、はい、レバニラ炒めでございます、レバニラ炒め一緒に食べましょうか、はい、ね、中華屋といえばレバニラ炒めだと、そうですよね、ということで、いやーこれはさぞかし酒が進むんやろな、いやいや、ニラだけかおやいやいや、レバー入れようや、レバー入れようや、あ、そうか、はいはいはい、いや、レバー入ってへんから、あ、入れたよ、1個入ってる、はいはい、ほら、どうぞ、あ、ありがとうございます、はい、どうぞ、はい、あ、じゃあ、待ちますよ、これは美味しそうだ、いやなんで今までこれへんかったのかな、いや、あの、でもいっぱいしてたっていうのはありますよ、あ、いつもいっぱいしてるイメージだったからね、うんうん、すごくいっぱいしてます、そうだね、うん、いただきます、いただきます、いただきますね、ありがとうございます、やっぱちょっとこうレバーと、はい、ニラとあのもやしがね、甘いわ、味付け最高すぎる、うん、何この味付け、うまいな、うまい、ね、キッチンからさ、うん、中華鍋をね、そうそうそう、カコンカコン、カコンカコン言わしてる音がすっごい聞こえるんですよ、ね、本格的な中華屋ですね、うまっ、おいしい、ここね、多分創業37、8年だと思うんですよ、30? 7、8年老舗ですね、老舗のね、中華屋さんですよ、スタッフの方も素晴らしいし、対応が素晴らしいですよ、マスターは全く見えませんね、あ、ほら、フライパンフロス、そうですね、そうそうそう、すごい、あ、何も見えません音聞こえるでしょ、音聞こえる、カンコカンコカンコ、酒進むわ、さあ、ひろみさんのメインが来まして、こちらが八宝麺、八宝麺、これ普通サイズ、そう普通サイズ、800円だかったか、八宝麺800円ですね、800円だよね、はい、これ台で台が950円なんで、これ台にすればかったな、いやでも台だったらどんな量なのっていうぐらいですよ、まあ、でかいですよ、やばいよ、ほら、ほら顔に比べたら、まあ、顔の方がね、やっぱり、ね、あ、すみません、ちょっといいですか、どうぞどうぞ、もちろん、はい、ちょっと私は頼みたかった、うん、私あんかけとか大好きなんですよ、なので、うん、こちらのはどうかということで、うわ、うまそうね、ありがとうございます、誰に、トロントロンでございます、トロントロンでございます、はい、トロントロンでございます、トロントロンで、あー、麺が細麺でございますよ、うわ、ちょっと持ち上げて、持ち上げて、あのさ、八重山そばを使っての麺とかってよくあるんですけど、はい、そうね、ここのは本当にあの、うん、なんていうのかな、ストレート麺っていうんですか、おー、なんて言ったらいいですかね、あの棒ラーメンの麺みたいなやつなんかごめんなさい、違ってた、ごめんなさい、ちょっと僕わからないんですけどね、あの白い麺のなんていうんですか、はい、食べてくれるかな、いただきます、そう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 、あ、うん、あ、
どうですか。うん、うまい。美味しい。あんは、あ、まあ、もうちょっとトロトロが欲しかったですけど、あ、そう、十分でございます。十分な、はい、上手に食うね。熱い、いいや、もう熱々で。おお、美味しいですか。でこの量で800円ですよ。でビールかき込むんでしょ。ビールあるよ隣に。本当にありがとうございます。いやおお、すごいすごい。美味しいね。ねえ、じゃあ幸せだね。幸せやね、やっぱり食べるってね、うん、ビールもう一杯いかない。あんた2杯まで。あらないよ、2杯まで。あんた、もう一杯買おうよ。2杯までや。3杯飲んだらどうなるかっていうのをちょっとやってみようよ。今のでちょっと無理そうやった。今ので大丈夫、全然大丈夫ですよ。わかりました。美味しい。はい、ごちそうさまでございました。全部平らげましたよ、もちろん。全部平らげました。大満足ですね。いいね。あの、はい、大ジョッキ1杯550円なんですけど、はい、安い。キンキングラスで。2杯ずつで、そうそう、まあまあ、酔っ払いました。はい、じゃあちょっと、寝ていいかな、これ。ダメですよ。次のお客さんに席譲りましょう。わかりました。早く出て。ちょっとお会計しましょう。お会計、はい、ごちそうさまでした。いやいやいや、だから。いや、やろうよ、これ。いやいやいや、もう、2杯飲んだ時で、ちょっとフルーツ回らないのできないから。すいません、ちょっと大ジョッキだったんで、大ジョッキごめんなさい、すいません、酔っ払いました。まあ、けどね、はい、あの噂通りの、美味しいお店でしたよ。こりゃね、あの、やっぱ、並ぶよ。ここは並ぶし、ね、いつもいっぱいだなって思う理由がよくわかりまし た。やっと行けてよかったですよ。やっと行けました。本当にありがとうございます。まあ、営業日がね、はい、あの川水あたりがちょっとお休み。営業はお休みはですね。ちょっとお休みが増えるかもとは。そうそう、今娘さんから聞いて ね。今お父さんが一生懸命こう、お父さんがやってると観光観光観光か。弟さんと娘さんとで観光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 やってるって聞いて、はい。でまあそれ以外にちょっと不定休もあるかもしれないですっていうことで。営業時間は6時から9時。9時ね。なのであのご飯物とか餃子系をもし注文したい方は、はい、あの早めのご入店をお勧めしますので。そうですね、7時の段階でギリでした、もう私らギリセーフやったんで、ね、あのほら並んでて声かけて、娘さんが声かけてくださったっていうね、すごい人ですよ、はい、本当にありがとうございました。ごちそうさまです。今回はですね、町中華第2弾ということで、第2弾だったか、タイモン、はい、タイモンですよ、ダイモンじゃない、タイモンですかね。ダイモンだと思ってました、すいません、私失敗しませんからって言おうと思ってたんですけどね。いやいや、全然、いやいや、なんやねん、いやいやいや、失敗しますからね、なんやねん、どのジャンルやねん、それ。いやいやいや、ということで、以上となりそう、ありがとうございます。どういうことそれ。とりあえず私失敗しませんけど、失敗しそうやから2時間行きます、ありがとうございます。失敗しませんけど、いや、なんか違う、なんですか、ヨネクラ涼子って言われますけど、私嘘、コメクラ涼子やろ、石田島のヨネクラ、コメクラ涼子やろ。あ、今暴力されました、今暴力です。いやいや、ありがとうございます。ちょっと110番お願いします、赤子の皆様。